はい、本日はですね、こちらのマウンテンバーサマイクロジャケットを3年間使用してみてどうやったかっていうところのお話をしていきたいなというふうに思います。まあ、これはですね、僕の動画をよく見ていただいている方からしたら、わー、よう出てくるなーっていうフリースだと思うんですけど、もうそろそろこの時期が来たっていうことになっているので、まあ実際3年間使ってみてどうやったんかっていうところと、まあもちろん良かったところもありますし、なんか今レビューとか見てたりしたら、ちょっとなんか微妙やっていう方もいらっしゃったりしたんで、まあその辺を総括しながらお話していきたいなというふうに思いますので、まず流れとしてはですね、まあ使ってみて分かったこと、まあ、使う前から分かってることもあるんですけど、まあ、使ってみて分かったところが、ここ良かったなとか、ここがまあやっぱり特徴的やなっていうのがあったりするので、まあ、その辺を話して、次に注意点、ちょっとここ注意した方がいいかもしれませんみたいな、選ぶ際はちょっと注意された方がいいかもしれませんっていうところを話して、で次にデメリットと言いつつも、ここは微妙っていう人もいてるますよねみたいな感じの話して、で最後に、おすすめの人、どんな人がおすすめかなっていうのをお話していきたいなというふうに思うんですが、まずはですね、特徴ですね、お話していくんですけど、もうこの特徴としてはですね、まず3つパンパンパンって出てくるんですけど、まあ、購入する前から分かってたんですけど、とにかく暖かくて軽くて薄いっていうこの3つの特徴があるんですよね。でそれをまあ一個一個ちょっと話はしていくんですけど、まず暖かいっていうのはそうなんですけど、これ結構購入された方皆さん言ってるんですけど、結構生地感的には薄い生地感になってる割には結構暖かくて、いやこれぐらいの薄いフリースやったらいらんやろとかって思う方もいらっしゃると思うんですよ。それこそ僕ノースフェイスのもうちょっと分厚めのフリースがあって、このデナリジャケットっていうフリースはですね、結構生地が分厚くて、もうほんまにこれとは比べ物ならんぐらいしっかりしたフリースっていう感じになってて、だいたいフリースってイメージするとこういう分厚いゴワゴワしたフリースをイメージされると思うんですけど、これに関してはもちろんトップスでも着れるもそうなんですけど、それ以外にあったらインナーとしても結構使いやすくて、フリースってあんまりそれこそこんな感じでゴワゴワしてくると上にアウター着れないじゃないですか。だけどこれに関しては結構スタイリッシュというかすっきりしてて、生地自体も薄いから上に何枚羽織ったりしてもなんか動きにくいとかもないっていうのが 薄さのいいところになっているので、例えば冬とか着て、まあ、こういう結構本格的なフリース着るとちょっと暑いみたいな、やけどこれなしで普通にこういうロンティーにダウン着たらちょっと寒い時ってあるじゃないですか。そういう時とかにこれをパンって1枚挟んであげることによってめちゃくちゃ体温調節が効くんですよね。なので毎回登場するようなアイテムではないんですけど、秋口は結構毎回使ったりするんですけど、冬場に関してはなんか時折なんか今日あったかいなみたいな日とかにこうパッてなんか入れといてあったりとかして、まあ、寒いなっていう日はあんま出ないんですけど、まあ、そういう薄いっていうのはそういうところで利点があるのでいいかなと思いますし、あとなおかつ僕やったら結構洗濯とかしてて、まあ、僕洗濯するんですけど、洗濯してパッて干すじゃないですか。ほんならやっぱ薄いやつって乾きやすいんですよね。でフリースってもともと乾きやすいって言われてるんですけど、その中でも乾きやすいで、やっぱり生地が分厚いやつってもともとまあフリースは乾きやすいんですけど、それでもちょっとなんか若干湿ってるなとかってあったりするんですけど、こういう薄いタイプってすぐ乾くので結構気にせずに洗えるというか、いくら冬場と言ってもオイニーは気になるじゃないですか。だからオイニー対策としてやっぱ結構洗うんですけど僕は。でこれに関してはすぐ乾いてくれるので、まあ主婦の味方ですよね、というのがまあ薄い特徴の一つっていうことになって、薄い特徴というか薄いところのいい部分になってて、次の暖かいっていうのはですね、まあフリースやから暖かいっていうのはそうなんですけど、まあ、このパッて生地を見てもらったらですね、結構フリースの毛が出てるじゃないですか。こうもわもわもわって毛が出ると思うんですけど、この毛がですね結構短いんですよね。だからこう当たっててもこう気持ちいいというか、ふわふわしてる感じで気持ちよくて、でこのふわふわがしっかり保温性を高めてくれるっていうことになってるので、まあ、こういった例えばこれが形とかもジャージでよくこういう形で見るじゃないですか。だけどジャージやったらそういう保温性がないけど、しっかりこういう起毛してくれててもわもわしてくれてるので、まあ、ここのもわもわしてるところに自分のあったかい空気が溜まっていって保温力が高まるっていう仕組みになってるので、まあ、まあそれは圧倒的に普通のジャージなんかに比べたらもうあったかさは違うということになってるので、薄くてあったかいですね。で次が軽いっていうことになってるんですけど、この軽いのが何がいいかというとですね、まあ、今から僕パッと着てみるんですけど、こうやってパッて着たりとかしてもう本当になんかさらっと羽織れるんですよね。であったかいそのごっついフリースとかもいいんで、めちゃくちゃ僕も好きなんですけど、まあったかいごついフリースってもうそれをメインで着ちゃうから、あと上から着ようっていう気にならないんですけど、まあ、こんなん軽いから上からじゃあなんかちょっと防風のやつ着とこうかとかなったりするので、まあ、結局首こらへんとか肩こらへんとかになるから、まあその辺は良かったかなと思うので、薄い暖かい軽いっていうところがまあいいんかなというふうに思います。で次にですね、注意点、どこが注意点ありますよみたいな話なんですけど、これ結構それこそレビュー見ててもそうやし、僕自身も結構感じるところではあるんですけど、何かっていうと
結構サイズ感というか丈とか短いんですよね。だから普通のサイズ感に比べるとワンサイズもしくは 1.5 ぐらい小さいので、もう僕に関してはですね、これは L サイズを着用してて、こっちのデナリが M サイズっていうことなんですけど、同じノースフェイスのあのフリースなんですけど、まあちょっとサイズ感が違うので、普段着てあるサイズよりワンサイズ上げた方がいいと思いますし、それこそもともと丈の短いタイプのフリースなんで、それをちょっと考慮されて大きめに試測っていうのはありなんかなと思います。ちょっとすいません、今下夏場なんでバギーズショーツ履いてオレンジ履いてるからイメージつきにくいかもしれませんけど、普通にまあ例えばこういう T シャツとかが全然出ちゃうぐらいなんで、まあ、僕に関しては XL でも全然いいんかなというようなサイズ感ですね。まあなので注意点としては、着丈が短い、そして、細い、若干細さもあるので、まあ、それを考慮してワンサイズもしくはツーサイズ上げてもいいんかなというところになってます。で、次デメリットっていうのがですね2点あるんですけど、まず1つ目っていうのが、今言ったみたいに結構サイズ感が小さいので、それこそ体の大きい方っていうのはもしかしたら着れるサイズがないっていうことになってるので、普段ですら例えば XL 着てんねんとか XXL 着てんねんっていう方やったら、もうそれ以上上ってなかなかなかったりするじゃないですか。って考えると、まあこれは結構そのある程度体の大きい方とか背の高い方っていうのはもしかしたら着れるサイズ感がないんかなって思ったりしますし、僕それこそ178でそんな大きい方じゃないんですけど、そんな僕でも XL でいいんかなと思えるぐらいなんで、まあ、そう考えるとちょっとサイズ感もあれかなっていうことになってて、ほんで次がですね、毛抜けがあるってことなんですけど、まあフリースってこうやって毛が抜けるじゃないですか。もう毛がこれ立ってるから洗ってたりしたら抜けてきたりすると思うんですけど、この毛抜けがですね、どうしても最近のノースフェイスのこのマウンテンバーサマイクロジャケットはあるらしくて、僕のこれに関してはほぼほぼないんですよね。だから毛抜けの心配ってしたことないけど、レビューとか見てたら新しいモデルのやつは結構毛抜けするんですみたいな書いてあったから、あ、そんなんねんなと思ったりすると、ちょっと一回買ってみようかなと思ってて、今現時点ではまだ販売されてないので買えてないんですけど、まあ販売が開始されたら購入してまたそれもレビュー動画作るとは思うんですが、まあそういったところで毛抜けがあるっていうところで、まあフリース全体として毛抜けがあるのはもちろん当然は当然なんですけど、それにしては多いって言われてるので、普通は毛抜けあるのは分かってんねんけども、それにしては結構毛抜けてる感じというか毛抜けじいさんやなっていうことがよく言われてたりするので、例えばこの上からジャケットとか着るじゃないですか。なジャケット来たらこのジャケットの内側にもう毛がいっぱいついてるんですみたいなレビューも書いてたから、あ、そんなことになんねんなっていうことで、もうそんなお抜けなってからやったらね、なかなかこうアデランスとか行ったって無理じゃないですか。だからそれはもう抜けちゃったらもうご愁傷様っていう感じになってるんですけど、そういうところで毛抜けが多いっていうのはちょっと気にはなってるので、まあもともと素材自体が変わったとは言われてるんですけど、僕のこの今購入して使ってるのが2018年のモデルになってるので、これに関してはちょっと生地が違うんですよね。ポーラテックっていう生地を使ってるのでちょっと違うんですけど、今のはなんか自社で作ってるオリジナルのリサイクルのリサイクルされたフリースになってるので、若干やっぱ生地が違うみたいなんで、まあそれは見てみないとちょっとわからないんですけど、まあそれはまたレビューして比較とかもするんかなと思うので、はい、その辺がちょっとデメリットかなっていうところと、で次のおすすめの人っていうのがですね、どんな人なんかっていうと、やっぱり冬場に重ね着とかされる方とかやったら結構おすすめかなと思ってて、まあそれこそこうやって今みたいな感じで秋口にこうやって着るのはもちろんそうなんですけど、重ね着される方やったら冬も着れるんですよね。だから結構着れる時期が長いんですけど、なんか俺重ね着なんかせえへんねんっていう方いらっしゃるじゃないですか。僕の弟とかそうなんですけど、本当ロンティーにダウン着たら汗かくみたいな人いてるんですよ。だからそういう人は多分これ着る時期っていうのが本当秋しかないっていうか、ほんま9、10ぐらいしか着る時期ないので、まあ、そういう方はどうかなと思うんですけど、まあ、重ね着してコーディネートされる方とかやったら、本当にまあこういうのがあると体温調節も効くし、秋も着れて冬も着れて、なおかつ春も着れるみたいな感じになってて、もうこれに関しては秋と、春に新色が出るので、まあ、ノースフェイスからしても多分年間ずっと1年中着れるようなフリースですよみたいな。だから要は登山とかでも夏場やったら使えるし、まあ、秋とか冬とかやったらプライベートとかの私服でも使えるよみたいな感じになってると思うので、まあ、レイヤー要は重ね着をせえへん人には多分向いてないと思うんですけど、まあ、重ね着するんやったらありかなとは思うので、個人的にはまあそんな感じでは思ってます。まあ、僕は結構部屋着として着ることが多いので、部屋着でこれ結構着てて、ちょっと出かける時とか自転車乗ってどっか行くって冬あるじゃないですか。そんな時とかはこれからジャケットをパッて着るみたいな使い方をしてるので、まあそんな方にもおすすめかなというふうには思います。はい、ということになってるので、まあ僕個人的にはですね、使っててめっちゃここ悪いやんとか、これめっちゃ使いづらいやんっていうのはあんまなくて、サイズだけちょっと気付けとかなあかんなっていうので、僕 L にしてよかったとかって思ってたんですけど、 L でも若干やっぱちっちゃいかなと思ってるので、まあ次新しく出たモデルに関しては XL を購入してみようと思ってるので、多分そっちの方がサイズはしっくりくるんやろうなというふうには思っております。ということになってますので、本日はですね、
3年間マウンテンバーサマイクロジャケットを使用してみてどうやったかというお話になっております。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。